どうもシェンです。こんにちは。こんにちは、サコユキです。こんにちは、チントモです。就活ってことをテーマにお二人にお話を伺いたいなっていうふうに思いまして、なるほど。サコさんとチントモさんは大学在学中にプログラミングであったりとか、まあ、発信力をつけて稼げる力をつけて大学を辞めてご自身で今会社をやられてるっていうキャリアの方々なんですけども、はい、就活っていうのはどのように捉えてますかね。あ、難しい質問ではあったんですけど、これ僕と対談したら就活する人いなくなっちゃいますけどいやでもまあまあまあ、あの僕もね一時期就活してたんですよ、はい、あのプログラマーの学生の就活すごいイージーで、はい、なんかピザ食べながら就活するんですよ。ピザ食べこの格好で就活してましたからね。自由ですね。そうで、まあ要はあのエンジニア学生1人に対して今6社が求人を出しているような状態なんですね、はい、だから結構このエンジニア学生が優遇されて、なんなら1日に5社面談するとか、ね、逆求人っていう形態があったりとかして、まあ、結構優遇されます。超売り手市場なんですね。そうなんですよ。でまあまあそれは一旦置いといて、はい、僕自身の就活感みたいな感じの話ですよね。はい、就活するのは全然ありだと思います、うん、まあ要はあの新卒の時とかって、はい、そのもらってる給料に対して、まあ、自分が出してる会社に対するバリューって少ないじゃないですか、はい、まあ普通60万ぐらい、例えば新卒20万の給料を新卒の人に払ってるとしたら、まあ、会社に60万ぐらいの売り上げを提供しないと会社って元取れないですよね、うん、僕も経営してて分かるんですけど、はい、まあ、実際新卒の人ってそんなこと無理じゃないですか、はい、ってことはまあ会社側からしたら荷物を金を払って雇ってもらってるくらい。まあそうですね、最初の頃は。そうだから僕は就職をしないっていう道を選んじゃったんですけど、はい、まあまあ大学の時はね、特に新卒の権利っていうのは使っておくのは結構ありなのかなっていうふうに思ってくるのも。佐古さん的にはどうして就活を一旦やめて独立をされたのか、うん、それはもうあの単純で、あ、これいけるなっていう確信があったんですよ。僕が独立した時って、はい、もう3つぐらい収入があったんですよね。で、まあ、その収入源が全部吹き飛んだとしても、まあ、最悪プログラミングスキルで食っていけるっていう状態を作れてたんですよ。で、3つがそのブログをやってたん で、ブログもまあ十数万 PV ぐらいあって、広告収入で月100万ぐらい入ってきてたっていうの、うん、すごいっすね。であとユーデミーっていう、はい、ベネッセが運営してる、はい、その動画教材を販売するサイトがあって、はい、そこでなんかそれも結構売れてて、まあ、それでもなんとか生活できるなっていう感じだったのと、で3つ目にもう自分でそのユーデミーとかプラットフォームを使わずに自分でもう決済システムとか入れて販売し始めたのが結構好調だったんで、あ、これはいけるなぐらいの3つがあって、すごいですね。いや、それは確かにもういいなってなりますね。ドシンとした土台があったからこそ、そういった決断ができたっていうのは、そうですね、結構なんかノリでやめちゃう子とかもいるんですけど、それは僕はあんまお勧めしなくて、はい、自分の時間をどこに使うと一番伸びるのかっていうのを明確にした上で、まあ、辞めるっていう選択肢を取るとか、まあ、就職しないっていう選択肢を取るのはまあありかなっていう思います。助かりますね。結論、就活はしてもいいと思うし、うん、しないとしたらちゃんと自分の稼げるスキルとか発信力をつけるってことが大切ですね。まああのベーススキル、なんかあったらとりあえず働きゃ食えるっていうようなスキルを1個身につけてあげて、はい、そこからまあ発信力とかさえ身につけちゃえば、はい、もう多分大丈夫だと思うんですよね。うん、うん、要は発信力って今の自分を増幅していろんな人に伝えるための装置だと思って、はい、だから自分の芯となる、僕だったらプログラミングだし、はい、春さんだったらあの就活系のことっていうことで、はい、就活に興味があって就活してたんですかね。もともと就職活動してた時に、うん、やっぱすごい地方と都会の情報格差とか、知らない企業が自分自身にいっぱいあるなっていうふうに思って、同じ境遇の人にそういう情報を提供したいなっていうのがきっかけです。前はいろんな自分がやってた就活っていう経験があって、はい、それを増幅する発信っていう機会に突っ込んだから、まあ、今いろんな人に見てもらえてるっていう話だったので、はい、まあ、あの自分の芯となる部分を大学時代に作っちゃって、それを発信でこうレバレッジかけていくみたいな感じのことができたら結構安泰なのかなっていうふうに。めっちゃいいこと言いますね。ありがとうございます。めちゃくちゃいいこと言います。確かにそうですね。そう、まあ、結構発信だけで独立しちゃう人って無を増幅させるんですけど、それ無なんですよね、はい、だからそれにならないようにここだけちゃんと決めて、なるほど、ちゃんとスキルであったりとか揺るぎない、うん、あの横展開できるようなものをつけるっていうことが多分大学2年生ぐらいからやり始めると、はい、3年4年でこう発信していくと就職しなくていいなっていう状態ができると思います。できますか？マジですか？ちなみに最後にアドバイスをいただきたいんですけど、僕自身、うん、就活は今のところそこまで考えてないんですけど、タコさん的にそのまま
行った方がいいですかね。ああ、まあまあ行ったらいいんじゃないですか。行ったらいいですか、ね、だって今のモデルって失敗する可能性ってあります？特にそんな固定費かかってないんじゃないですか。そうですね、固定費は家賃ぐらいじゃないですか。家賃だったら最悪もう失敗したら家賃だけ撤退してリモートでみんなで作業してもらってって言ったら、はい、資金つけることないですよね、多分。まあ確かに。で、別にベンチキャピタルから投資受けてないですよね。別に。じゃあまあ自己資金でこの YouTube の広告費用をぐるぐると人件費に回して拡大していけばいいだけなんで、はい、まあ、失敗することないと思いますけどね。うん。じゃあちょっと思い切ってやろうと思います。佐古さんたちが運営されているプログラミングスクールの概要を簡単にお聞きしてもよろしいでしょうか。はい、最短最速で脱初心者っていうところにフォーカスを当てて、はい、まあ、一番プログラミングでしんどいのってその01の部分なんですよね、はい、まあ、何も未経験者の状態からどうやってそのプログラミングを学んでいったらいいかとか、どうやって最初にウェブアプリケーションを作っていけばいいかみたいなところが一番ハードルが高いところなんで、はい、まあ、そこを徹底的にサポートするようなコードを作っていきたいなっていうふうに思って、僕が大学時代ですかね、はい、そのプログラミング講座とかプログラミングスクールを開始したといったような感じになります。なるほど。このプログラミングスクールの特徴としてオンラインでできるっていうふうにお聞きしたんですけども、どういった感じでオンラインでされるんですか。あ、動画が100本以上ぐらいあって、はい、でもその通りに学んでいったら簡単なウェブサイトが作れるようになったりとか、はい、簡単なウェブアプリケーションが作れるようになるといったような感じになります。なるほど、なるほど。質問対応無制限にしているんで、はい、まあ、わかんないところがあったらそのことを聞いてもらって OK っていう。なるほど、なるほど。ちなみにそういうオンラインのやつって結構めちゃくちゃ最初はやる気があるからするんですけども、うん、最終的になんかやる気がなくなって最後までやりきれないっていうことが僕自身結構あるんですよね。そういう時の対応とかっていうのはあるんですか、ね、明確な目標っていうのがあるじゃないですか、はい、働きたくないなとか、はい、あの将来エンジニアとして高収入になりたいなとか、うん、まあ、その辺のことは僕が結構 Twitter とかでも普段から刺激していってるんで、はい、なるほど、なるほど。僕の発信を見てかつ僕の行動を実行してってなると、はい、あ、結構やらなきゃなみたいな感じになるかな。なるほど、そうなんですね。お値段ってどれぐらいなんですか、ね、お値段が69,800円の買い切りですね。なるほど。そう、自社がね、はい、80万とか、まあ、安くても10万台とかなんで。いや、そうですよね、うん、破格ですよね、うん、結構受講生も学生の人多くて今もう、フリーのインターンだったりとか、はい、サイバーアイゼンのインターン行ったりとか、すごいですね、うん、じゃあそういったプログラミングが全くできない人でもできるっていう、うんうんうん、そうですね、チームラボさんあ、インターンからですよ。そうなんですね、うん、じゃあ結構実績があるっていうことで、ちなみに会員数といいますか、そう、大体1300人とかですかね。すごいですね、ありがとうございます。ということで、ありがとうございました。ということで皆さん、お二人のチャンネルとあと SNS 各種とあと LINE マガジンとかも下の概要欄にあるので、うん、よかったら覗いてみてください、はい、あと、タコさんが行っているプログラミングスクールの紹介の動画もこれから上がるので、うん、よかったら見てみてください、はい、ということで今日の動画は終わりです。ぜひチャンネル登録お願いします。じゃあな。じゃあな。